お疲れ様です。今日ですね、こちらのキャス結構やミラーやっていきます。というわけで、まあ、ザ環境みたいなね、デッキですね。今の強いゴブ小屋、あとは、まあ、その小屋とかスケラに対しての対策のマザネーク。で、あと大会とかだとね、よく使われてるかな、キョスケザッピーミラーの、まあ、組み合わせといったところで、もうほんとただの環境詰め込みデッキみたいな、はい、感じのやつがちょっとあったのでやっていこうと思います。さあ、このデッキの、まあ、軸となるメインとなるものは小屋なんですけども、ちょっと小屋ミラーねやりたいですね。さあ、ということで一旦小屋打って、あーミラーねかったな。なんかね、小屋がねやっぱ強いんですけども、この小屋ミラーがねそれもまた良くてですね、なんか今海外の方でオフライン大会なんか行われてるらしくて、すごい有名プレイヤーもたくさん出てるんですよ。モハメドライトとかルーカスとか、まあ、最近特に有名になってるペドロとかサジコブとかがいるなんか大会とかがあるんですけど、その大会とかで小屋ミラーとかがね使われて、なんかツイッターの方でゴブ小屋ミラー強すぎたらナーフしろってね、ちょっと少しではあるが話題になってましたね。小屋ミラー一区だけで勝てるやんかっていう、この、お、これさ、チャンスタイムじゃない。お、ヤナメ使った。てかヤナメなんかに、ヤナメタルババずるいやん。さあ、でもはい、まあ、呪文枯渇デッキみたいなところあるんでね、ちょっと小屋ミラーやっていこうかなと思います。はい、ほんとトップ選手のとこ間でもね小屋ミラーを守れないという、うざいよな、もうちま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 、もう、おー、いや、これはね、小屋を延命したい気もするんですけど、一旦、いや、綺麗になんか延命できたよ。お？おー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 、さあ、これは、まあ、気をつけの爆破で行かれてもらえばいいでしょう。まあ、基本、小屋ミラー、何ミラーしてもいいと思うんですけど、まあ、なんか、その時強そうな。やつミラーしてね、最後の最後はねやっぱバレルミラーが大事になってきそう。痛い。さあ、キョスケマサネク、まあキョスケザッピーでもいいか。ザッピー組んでマザネクで豚にしながら、この横にずらすことによってもしタルババで対応してきた時にみたいなね。さあ、やなめなんか全部が絶妙に残ってる。さあ、豚にしてもらって、いや、このマサネクもちょっと強いかんな。環境デッキを使いながら環境対策していく、一番コスパいい戦い方です。さあ、ゴブ小屋これ置いちゃうか、もう同サイでいい気がした。なんかね、逆サイドもやっぱ強いよね、その両サイちまちま、今気づいたらなんかどっちもみたいな感じになると思うんで、両サイでまあ強いと思うんですけど、まあ、片サイでも良さそう。で、今回のあいつ、例えばね、ヤナアメタルババだったね。ってことは、ってことはよ、もう、ね、お姫様がずっと生きちゃうわけよ。はい。あー、ここでミラーヤナアメでした。ミラーバレでしたね。いや、さすがに負けないと思いたい。思いたいけどね。いやー、なんかでも、小屋を置いてるこの安心感がある。あー、来た。マズネクのついで嫌な雨とタルババでしょ。一周目使ってもらう。じゃあ二周目はっていう話よね。タルババでも。お、さあ、なくて。なんかね。いや、多分負けるとね、このデッキ負けるとだいぶカリカリすんだろうな。何もできずに、ね。何もできずにやられていく感じが多分納得いかない気がする。やってる側なんでね、そんな関係ないんですけど。さあ、とりあえず小屋ミラー置いていこう。小屋ミラー置いてから考えたい。まあ、ちょっと重いのかな、ニコスとかが入ってないんでこのデッキよいしょ。そういった部分では小回りが効かないんで、一体一体のニット大事にね、無理はせず行きたい。あー、橋前マイティ的なね、バルキリーか。縦線、おー、いや、早い。うっ、ファイブウッド、早っ。ちょっと待って、びっくりした。
やりこぶコウモリ立て線か。あー、迫撃だな。これウッド採点ですげー攻めてーな。この次、この次でいいか。これね、ヤナム打ったらほぼ角ではまると思うんですけど、いったん、ね、ここでヤナム打っちゃおうか。うん、なんでなんで脱線残ってくるの地味に嫌だしな。さあ、まさかのホグ、ファイブウッドでしょ。ファイブの速さを教えてくれ。あ、それファイブのコストない。ガガムレ。やばい。うっ、やばい、ブザにして、やばい、痛い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 。え、折れる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 。ごめんなさい。余裕ぶっこいてました。なんか、白衣ホグか。いや、ウッド使ってほしいな。相棒ウッドなんですね。昔はザップでしたけどね。まあでもここは、相手がね、ウッド、てか5使ったんで、小屋置いて、1本気合で欲しい。1本気合で欲しいけどね、これ、むずいな。1本いけっかな。やりこぶはみ出てる。この1本ね、降りたいっすね。本当に。これは確実に入る。ちょっと強いぞ。お、なんなら気をつけ。よしよし、一本。いや、ホグ来たら守る。で、ファイブ使わせるわ。来ないかな。これでもファイブ使う。ってことは、皆さん、この相手、まさに抜けないです。よいしょ。小物、小物いらっしゃい、小物いらっしゃい、小物いらっしゃい。まさにミラーまで見える、正直。まさにいや、でもこれで、いやー、ファイブ。うわあ、めっちゃいい受けしてくる。さすがにそれはね、暇なんでバレルで。はい。こや、でもこれ相手さ、読みウッドとかしないといけないんですよ。俺スケブいるんで。もうなんか苦しそう。ほんまに？この辺にさ、ザッピー置いてファイブ使わして。あ、マズニクゲー、どうですか？一番気持ちいいんじゃね？あー、それはね、うまいけど確定。うっ、ヤナメさっきから怪しいか。いやでも、ゴブ小屋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 でね、もうこれ置いとき相手きついやんっていう。さあ、ちょ、小屋置いて一旦これでね、相手に甘えてユニットは豚に。よいしょ。よしよし。でこのガゴマレとかもこのやりこぶでね、戦える。やっぱコスト漏れてる。ウッド使ったらもうスケブよ。いや、この仕組みが多分ずるいっすよね。ゴブ小屋にさ、ウッド使いたいし、バレルにもウッド使いたいじゃんみたいな。やべ、なんかのんきなこと言ってるの。ちょっと負けそうなんだな。あー、いや、すげえ。さすがにやだ、なります。なんか助けがだいぶめり込んでね、あれ。いや、めり込んだくね。さあ、小屋置いて、おい、助けが届いてくみたいだね。いや、でもちょっと怖かったな。序盤に1本おられちゃうとなんか追い上げるのが大変な気もしたんで、しっかり耐えた方がいいかもね。後半強いかも。キョスケもいけるし、まあ、バレルもあるんで。いや、小屋置いて呪文使わして、マザレ君とかにも呪文使わして、バレル嫌だね。はい。さあ、この仕組みがもう強いっすよね。呪文枯渇、マザネック、ザッピー、ゴブゴヤ。あー、ファイスピはね、圧着ヒロイホグになっちゃうんですよね、最近だと。エレジャイか。
さあ、まあキング起動はねされたくないですっていう位置です。なんでまあボンバーとかで完封されても仕方がない。さあ、いやエレジャいっすね、ボンバーファイスピー。うん、ってことはタルババがないかったら幸せかな。これでタルまで持たれてるとボンバーファイスピタルだとちょっと厄介だよね。まあそんなこともねえか。いや小屋置いて良さそうだったけどな。蓋しないで、ちょっと嫌そう。はい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 、いやでも全然全然いい、もう全然全てが残る。でこの逆にね流れていくこのヤリゴブリンでこれバレルで、あー、ドンピシャ。やらせそうかと思ったんですけど、さてはいらない。ゴルナ嫌だな。まあ俺のメインはねこの左に垂れ流しのチクチク削る小屋なんで、まあバレルでも攻めれるんですけど、やっぱキングギドなんか気持ち的にされたくないよね。さあザッピーも小屋もあれば守れるでしょう。インド来たら即だけど深めだと届かないんで、まあ無理やする。あーゴルナイかやばいのこれ。まあでもスケブを生贄にね走れる限界あるんだねこの子たち。さあこれでさちょっとあるわけよ。でボンバーにやなめ、あー定位置にしちゃったけど、まあそれはそれで上もいるし。いやめっちゃおる、いやめっちゃおる。お願い全員行かれる。あー行かれちゃうんですね綺麗にかわいそう。いやでも気づけば、まあ、相手の弾800っすよ。これやばいなぁ。あ、で、ここで施設ないんで、リチェイカ怖いけど、ザッピースケブで止まります。はい。全然止まります。さあ、気をつけ出して、いい感じにインドラもね、処理しつつ。これ、バレルバレル、やっちゃう？一周目やって、ああ、一周目しかねかったわ。いや、綺麗だね。いやもう来すぎ来すぎあんた。いやすげえなこれすげえな、やりこむの量がこんなたまんだ小屋だけで。さあやっぱなんで気持ちよくなっちまうなこれ。いやこれやばいなこれこっちがしたら小屋置いてね、キョスケザッピーマゼネク、まあ相手に対して相手のカードに相性いいのを出してるだけみたいなとこあるんで、まあでもきついのはやっぱクエイク高回転とかかな。クエイクウッドデリバリーとかはしんどそうですけど、さあ強そうなプレイヤーが来た。序盤にバレルでキング起動はね嫌ですよね。タルババまたエリジャイやん。何これエリジャイしかこんのキングギドやだ。マジエレジャイしか来んや。またエレジャイ環境来た。いつも環境やん。エレジャイって。うっ、あぶねえ。さあ耐える。よしよし。俺さっきと同じことするだけだ。ああ、今回檻じゃなくて大砲っすね。ボンバーに対してのヤナメがなめちゃくちゃ気持ちいいんだよなこれ。そこしか打つとこないし。さあ一旦小屋置いて一旦小屋置いてどうしようかな。まあザッピーだよね。まあいらない正直。過剰防衛に値する。まあこういうのもね絶対つけた方がいいですね。もったいない。タルババも違うもん。
お、ザッピーで走れない。お、誰使う。でもトルネっすね。トルネのサイクルです。これちょっと削りに行っちゃう。いやー、いい位置よ。さあ500。いや、まあ5分ぐらいで削れたらね、楽なんですけどね。ライトとか打たれるのかな、これ。打たれないか。さあ、ゆっくり行こう。俺の負け筋は、やっぱ攻めすぎちゃうこととかだと思うんですよ。うん。だから、そんなの考えずに、ただ小屋置いて、ボンバーには矢ダメ打って、を繰り返す。それぐらいがいい。スケブで最強延命して。お、タルサイター。あー、これトルネで綺麗に行かれそう。うわー、 いいけど、これちょっと小屋のサイド変えようかな。左サイド削りたいんですけどね。左なかなか削れてくんね。で、これで左行くと水かけてね、やっぱ右も行っちゃうよっていうこれ、いや、もうこれなんやばい。いや、めっちゃいいスターこれよ。あー、でも大砲ね、変なとこに置いちゃったりして。はいはい。うわ、これ俺の待ってたやつで、右をめっちゃ攻めるんですよね。でもね、左も攻めるんですよ、これ。あー、それはね、いい。いや、でもクリストやめろ、お前だけは叫んだ。よし。で、右がこれ、俺が左を攻めたことによって右が薄くなってんじゃない、コストがないんじゃない。で、左行こう。や、大祭でみんな笑ってくやん。人を笑顔にさせるポテンシャルの塊、俺最強やん。みんなが幸せになってくれるならね、俺は嬉しい。諦めたっすね、これこの小屋で折れていく姿見る。あんたマジでそれでずっと笑ってたらさ、俺がこの攻めないタイプの人間だったら1分間感染することになる。さあ、 OK、 グッドゲーム。いやー、マジ小屋がさ、まあ、小屋やりゴブか、やりゴブ強化で射程伸びて小屋が化けてる。さあ、無限にエレジャイ来ると無限に小屋置くだけになりそうですけども、あなたはどうでしょうか。お、エレジェイじゃない、クエイクの香りがする。やめて。いや、ホグも、え、コカッちゃんもあるっすね。コカッちゃんがいいな。でも最近のコカツね、ライトニングなんですよね。お、ウッド使った。あー、アチャクイロヨグか、そっちか。アチャクイロヨグやだね。デリバリーがあるんですよ、お兄ちゃん。いやー、このアチャクイがね。さあ、やっと難易度高いのが来たんじゃないでしょうか。まあ、クエイク使ったし、小屋置いて、この小屋でダメージ稼いどくわ。アチャクイか、クエイク、デリウッドね。なるほどね。今回の、まあ、大事になってくるキーカードは、マザネクかもしれないですね。まあ、クエイクウッドでやられるデリバリーでも、ね、ケチョンケチョンになるんですけど、ケチョンケチョンになるとはいえ、相手のやっぱスケアイスピ島にちょっと強いみたいな。いや、なんで、いや、これやばい。普通にロイホグクエイクで終わる。でもデリ咲いてんで逆に、いや、ほんと、いや、たまたまスケとか来ないかな。うー、来てくれよ今のは。やばい、普通にロイホグ止まらんわ、このデッキ。気づいた。うっ、さあ、もう五分ぐらいで耐える。
いないよー。あ、でもここに相手ウッドを使いたいよねみたいな、まあ、デリバリーも使いたいよね。うわーうーって感じですね。マジで。いや、この圧縮延命ね、マジずるい。おっ、デリを上か。うっ、いや、でも、うん、でもまだ許せる。さあ、耐える。いや、ガチで。やばいやばい。マジできた。おっ、フィジカル。いや、これどうしようかな。キャスキケツミラーもちょっとあるけど。高めのスキバー強いっすよね。クエイク避け、まあ、ウッド避けみたいな。全然全然余計んや。いや、でもこれ俺の流れ来てます、正直。キョスケがウッド使う、使っちゃったね、使っちゃったよ。デリバリー使う、大丈夫、コストある、間に合う、反射神経めちゃくちゃいいやつやん、反射神経が。あ、お、うわ、やばい。怖い、その怖い、マジでやめろよ、やめてくれよ。きついけど、まあ、ウッドとデリーね、ウッドとデリーがあると。だから2枚残ってると、バレルに今、ミラーもね、2枚いかれるけど、どっちか使ったら、バレルにどっちか使って、ミラーは入る。この理論。そういうことやりましたね。危ねえ。いや、クエイクはね、まあ、今多いですからね。頑張るしかない。おー、LSP か。もうロイじゃん。なんかね、LSP、ゴーストロイが、今、うじゃうじゃいるんですけど。あれ違う。遠距離野郎だ。文句。あー、文句で、これね、相手の呪文が、よくいるのはライトなんですけど、大会とかだとね、ファイボ型で使ってるプレイヤーもいいんで、そっちだと嫌だね。はみ出てる。いや、はみ出てる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 なら行きます。お、いやー、でもLSP強っ。いや、もう一回カットバシパターちょっと見えるんだよな。ウッドで、いや、回ってない。5だったら5来る。あー、ファイブでしたね。ファイブだったら渋いね。これね、よく考えてファイブだったら超渋いっすね。うん。ライトだったら幸せでしたよね。ザッピーで守れて、みたいな。まあ、頑張るか。小屋置いて、小屋置いて、ロキコに穴埋め打って、文句、小屋なんですよ。すごいタイミングでかぶせてくれる。キョスケ頑張れ。これにウッド使ったらね、またゴブリンバレルですよね。いや、これは強いな。いや、LSP がね、お上手。いや、この仕組みやばいよね。この仕組みやばいね。ウッドだってさ、打たないとさ、突破できないけどさ、ウッド打ったらさ、ダメージ受けるっていう、このかわいそうな仕組みで、この小屋ですらうざいもんないって。だから、置くよ。いや、これ、ちま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 入る。これやばいな。ザッピースケベいれば守れるもんね。だからロケコに対しての山見が便利すぎるわ。さあ、ザッピーセパでもしちゃったんだけど。よくなかったかな。
あ、セミウッドしたよね。みんな見た？今セミウッドしたよね。セミウッド。ってことは1周目プラの2周目で、ヤナメまで記念に添えちゃって、はい。いや、ゴムグやばいな。ゴムグ無視できないからさ、ね、無視できないから、どん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 相手が苦しそうになってる。最高だこのデッキ。さあ小屋置いてけ、いっぱい置いてけ。置かねえと試合始まんねえかんな。さあこういう手札は嫌だね。あんま自分から動きたくない。トルネでキング起動されるとちょっと大変になるんで、でも美味しく行かれるのも嫌なんですよね。まあいっか。なんだエルキ。おー、エルキはなんか美味しい匂いがすんな。結果工場とか、あー、いやだる。全然全然なんか嫌な嫌な来たわ。こや置いとくか。これこのやり込むであのスパーキー溶かせねえかな。スパーキーはね嫌だね正直。嫌だけど、いや嫌だね。レイジーとかヤナミ使って、あ、グッドゲーム。やばいやばい、本当にやばい。あーでかい、ちょ待って、やばい。これ、え、これどうしよう。ちょ待って、マジやばい、めっちゃ来るやん。やばい、どんどん来る。ちょっと待って、どうにもできん。ちょ待って、あ、何やってんだよ。あー、これ無理だ。気づいた。いや、いや、よく耐えた、よく耐えたよ、よく耐えたけどよ。いや、ヤナメレイジか。いや、まあヤナメレイジとか別に全然いいんだけど、まあおるやんけ。まあやばいな、エディバーもやばいな。いや、ちょ、ゴブゴヤに夢を託そう。俺はゴブゴヤで削りながら、あと守れば俺の勝ち。はい、これ守れば俺の勝ちです。いやー、やレイジが多分この辺に綺麗に落ちてくるんで、落ちてこない。あー、これえ、謎の込みやばすぎだ。何これマザネク。何これマザネクパーティー。チャンス、チャンスタイム来てる。ザッピ、え、めっちゃチャンスだねこれ。事故るよ。天才レイジだけやめろ。え、チャスク入ってる。え、もしかして勝った、あ、勝ったわ。え、マジで。いや、わからんわからんわからんけど、もう俺が相手のマザネクきつい同様に、相手も相手もなんかきつかったんかな。わからん、攻めすぎなんじゃね。ラッキー。さあ今日も12勝カード当てチャレンジができます。ウルトラレア出てくるのは、やっぱ活躍したんでね、マザニクです。あ、ウルトラ来んかった。